幌市長さん、7年前からちんぷんかんぷんな発言。札幌市長にチハム新球場と札幌ドームとの共存は難しい、札幌ドームを使い続けてほしい。秋元克弘市長は記者会見で北海道日本ハムが新球場を建設し本拠地を札幌ドームから移す構想について、北海道札幌近郊の市場規模の中でドームと新球場が共存していくのは難しいとの見方を示した。また同市所有の札幌ドームの経営に関して野球サッカーの試合コンサートがあって成り立っていると指摘。これらの収益源を札幌ドームと日本ハムの新球場が奪い合うことになれば共倒れになりかねないとの懸念を表明した。また日本ハムに対して基本的には札幌ドームを使い続けていただきたいと改めて強調。どのような形でファイターズが望む高層ファンサービスが実現できるのか我々もしっかり考え提案していきたいと述べた。共倒れになりかねないが今思うと最高に芸術点高い。勝手に倒れててください。実際に共倒れになりそうなのはコンサドーレと札幌ドームだな。共倒れとか思い上がりも甚だしい、札度のみ倒れるだけ。札幌ドームを使い続けてほしいという対応じゃなかったやんけ。どこの総書記？使い続けていただきたい。で？何するの？寝言は寝てええ。日ハムさんに稼いでもらってたのにないがしろにしてきたからしゃあない、今まで何度もチャンスはあったのにね。これ案に新球場作って移転しても札幌ドームと観客分け合って収益上がらないからおとなしく今まで通り札幌ドーム使っていろと日ハムに脅しかけているだけなんじゃね？北広島に移転しても客なんて入るわけねえだろっていう完全に相手を見下した発言だな。現実はそんなに甘くないと今頃実感していたら有能な政治家なんだけど、多分秋元は全然懲りてないだろうな。共存が難しいなら片方なくせば？何回聞いても面白い。共存は難しいまでは合ってる。共存は難しいという部分だけは合ってたよ。札幌ドームが滅びそうなのを見てると、札幌ドームが倒れるだけなのに共倒れになるとか詐欺は法ではろた。猿でもこの結果を予想できたぞ。共倒れ？そうですね。市長とそのお友達がドームと共に倒れることになるでしょう。試合数を折半するみたいなイメージでの発言かもしれんけど、そんなことにはならんでしょ。自前の球場があったらそっちを使うよ。ぼったくりバーぼったくらせてください、お願いします。もう病気だわこいつら。札幌市と札幌ドームの共倒れだろ。全ては札幌市が始めた物語。札幌ドームと400億円かけて敷地内に新設する新月サム体育館が共倒れする未来は？何言ってんだ。野球サッカーコンサートの収益で成り立ってるって。札幌ドームを支えてきていたのは野球一本だろ。唯一の収益源のハムと喧嘩別れしたらこうなるって札幌市関係者以外は大体わかってたと思うぞ。日ハムが離れると難しい、だからこそ日ハムの主張をもっと聞いて尊重すべきだったのに。経営戦略が下手な首長って害悪でしかない。エスコンのおかげで他球団も新球場作ろうとしてるから札幌市の NPB に対する貢献度がすごい。秋元市長は北広島市に絶大な貢献をした偉人として、北広島の駅前に銅像を建ててもいいレベル。歴代でも指折りのポンコツ市長なのにリコール運動も起きない、不思議。それどころか再当選もしてるから札幌市民は共倒れせなな。こんな奴選んだ札幌市民。こんな市長型の候補者よりマシらしい。役人が絡むとろくなことがない。そんなに共存したかったら日本ハムにもっと協力しなければならなかった。なのに一方的な搾取を繰り返していたのだから話にならない。まあ札幌ドームはお役人の天下り先でドル箱だったからできなかったんだろうけど、かつての川崎市に大阪市、そして札幌市か、やっぱり行政がプロ野球の球場を運用するとろくなことないな。次もこの市長だから札幌ドームも安泰だね。天下り市札幌市の財政が心配です。ぼったくり札幌市長、日本中に恥をさらす。地方自治体が主導する商業行為は90以上の確率で失敗している感じがする。市長町長村長議員のほとんどが会社経営や商売の経験が浅く、あったとしても能力が極端に低く、自分の金じゃないから痛くも痒くもないし責任は問われないし、首長や議員の関係者や支援者が美味しい思いをするだけ、この人たちが事業の計画をしてうまくいくはずがない。逆に北広島市長はすごいやり手。今までの経緯からすると現況は無自覚な市長以下役人官僚と下部札幌ドーム運営者に尽きるでしょう。特に自らは何にもしてないのにいい気になっていた下部札幌ドーム運営者には責任大。NPB の興行を捨てて税リーグのチームを買う愚策。1年前は変に噛みついてくる札度側のコメントあったけど、最近はもうめっきり見なくなったな。マジでなんでやろう。札幌ドームと一緒に倒れてるんじゃない？北広島市のエスコン球場がどう見ても勝ってるけどな、札幌ドームはもう潰すしかないんじゃないの？野球エスコンサッカー厚別競技場ライブ鍛えるまこまないアリーナ、この段階で住み分けできている？
殺度多目的施設って難しいですね。切磋琢磨の中で生き抜いてきた有能な民間企業と親方日の丸であぐらをかいてきた無能な役人の差やね。札幌ドームが日ハムに貸してた条件を知った時にはほんと血も涙もない連中だなぁと思った。秋元市長も自分の政治家としての傲慢な対応と失策を悔やみながら、次の選挙ではただの人になればいい、ドーム共栄陣も解体の浮き目に遭えばいい、札幌市民が選んだからしっかり税金払っていけばよいよ。こんな市長を再選させた札幌市民は最高だな。政治に興味ない奴らもこれを見てこれからどうするかだと思う。ウサギと亀のレースで亀の方が居眠りしてんだから勝てるわけないわ。さあ友倒れするとこれまた見立ての甘さを指摘されても仕方ない発言をしていた札幌市長ですが、エスコン開業2年目に入った今一人負けの状況をどう考えているのでしょうか。ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。